大丈夫大そう。丈夫皆さん行そう。けあ、ます。僕大丈夫。大丈夫そうです。なんか、はい。モニタリングができないだけで、いってるっぽいですね。大丈夫っぽいです、大多丈夫分。ですか？あ、じゃあちょっともう、順に開けていきたいなと思います。ちょっとごめんなさい、私の、配信だけになっちゃうんですけれども、オープニングの動画があるので、10秒ぐらい待ってもらってもいいでしょうか、開けるまで。はい、大ちょっ丈夫とで流す。しちゃいはい、行きます。ます。はーい。よっ。はい。じゃあ、5、4、3、2、1、はいで開けます。いきます。5、4、3、2、1、皆さん、配信開始してますでしょうか？はい。はい。大丈夫大丈です。夫です。大丈夫ですか？はい。大丈夫っぽいですか？見えてますか？大丈夫っぽいですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫かな？見えてる。あ、映あ、よかったです。ってる、映ってる。あ、どうもどうも。あ、映ってます。そしはい、てみんな、ということでござ見えてるいかます。な？船に乗ってあ、どうない。しました。え？みんな船に船に乗っ乗ってなないいし。か。船に乗ってない。あ、船乗っに乗っててくない。ださ い。乗ってない。あ、4人ご目。めん。乗ってな配信かったトラブルかな？で。そう、ちょっとバタバタで、乗っあれてでしなたかっが。た。じゃあ、ちょっと揃ったりするまでいろいろちょっとまず説明をさせてください。よいしょ。本日、異業種宇宙人の第10回ということで、10回もこの企画を続けることができました。まずありがとうおめごでとうございざいまます。おめでとうごす。ざおめでいとうございまます。す。ありがとうございます。ー。いつもお世話になっておりまいす。やいや、こちありがとうらございこまそです。す。はい、ということで、様々な業種の方を集めてアマンガースを一緒に遊ぶというコラボ企画でございます。時たま日曜日にやっております。で、最初に初注意があります。このコラボなんですけれども、アマンガースも900時間やられている方から、まあ、ちょっとまだあんまりやってないよっていう方とか、まあ、いろんな方がこう今回同じ船に 乗っております。なんかちょっと聞こえましたけれども、で、各視点でのなんでコメント欄はもう優しめにお願いします。優しめにパワーバランスがね、ちょっといろんなプラスになってますので、優しめにお願いします。で、配信者生きてるうちは基本的にコメント欄見ません。ですが、まあ、インポスター誰々だよといったネタバレ行為、電車バト行為は、お控えください。アーカイブでね、楽しみたい方もいらっしゃいますんで、まあ、そういった方のためにご了承ください。で、この後本日参加の皆様から一言ずつ自己紹介していただきますが、概要欄に全員のツイッター、YouTube 等の URL 掲載されておりますので、まあ、こういった機会ですので、全員のチャンネル登録を順にポチポチしていただけると全員嬉しいということになりますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして、本日のコラボのハッシュタグなんですけれども、異業種宇宙人狼となっております。感想とかもいただけると、嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっと YouTube の調子があれだということなんですが、皆さん大丈夫そうですか？無事にコメント欄とかあれだということで、あれだということで、はい、問題ないと思います。あ、よかったです。じゃあちょっと進めていきますね。じゃあ、自己紹介からさせてください。ディスコードの一番上からいきます。私ですね。はい、本日みどりです。あゆみです。普段は、アニメソング、ゲームソング歌わせていただいております。今日は、第10回ということで、気を引き締めて、やっていきたいと思います。みんなが楽しい船になりますように頑張ります。よろしくお願いいたします。お願いしまーす。お願いします。はい、そしてハイブリさん、お願いします。はい、作曲家やっておりますハイブリとセンス、ハイブリと呼ばれてます。 YouTube で配信してます。ですね、松下さんって言い方あれやな、マチュシと何年かぶりですよね。めちゃくちゃ久しぶりで。そうなんや。以前僕が桜井という人と一緒に LINE というバンドを組んでいまして、その当時一緒にイベント出させてもらったりとかをしてたんですが、現場じゃなくて宇宙船で再会することになるとは思わなかったんで間違いない、はい、間違いない。今日はまあ見つけたらそこ殺そうかなと思ってます。よろしくお願いします。いやだ、お願いします。はい、そして花浅さん、お願いします。はい、初めましての方は初めまして、スリアノチャンネルというところで人狼番組のプロデューサーおよび、人狼アイドルベイビーフのプロデューサーをしております、花浅と言います。まあ、一個だけちょっと
本日お招きいただいた早々文句ではないんですが、僕の紹介のところにですね、花うさかっこベイビーウルフって書いてあって、まあ見方によってはベイビーウルフ4期生みたいな感じですごい評判が悪いです。現役だぞみたいな。それなんか俺もかっこベイビーウルフになるからな。つけますか、つけときましょうか。やめてください、やめてください、めちゃくちゃ怒られる。もやもやしたまま今日は船に乗り込んだわけですが、緊張しておりますが、まあ、本当に親しい人がハイブリさんぐらいしかいなくて、あとはもう僕は配信で見てる方ばっかりとかなので、とても緊張しますが、皆さんに楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言い訳は後でします。続きまして、じゃあヒルケンさんお願いします。はい、皆さんこんばんは、ヒルケンと申します。今日はあのプロバスケットボール選手のヒルキケンジさんという方が本来参加する予定だったんですけど、どうしても来れないということで、私ヒルケンが代打で、プレーをさせていただきます。偽物か。ちょっと皆さんに一つ注意があるんですが、本日私台湾油そばというものを食しまして、非常に落ちちゃった、いろいろあるんですね。お腹の調子が良くないので、あの黙り込んでしまった時は決して機嫌が悪いとかそういうことではなくて、あの リアルコモタージュを食らうわけですよね。あのセンシティブなんですよ。そこは結構センシティブな部分ですね。なので、ね、あの皆さん決して僕はプレー中は機嫌悪くなることはないので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、続きまして富士さんお願いします。はい、吉本興業所属の、ゲーマー芸人の裏切りマンキーコングの藤と申します。普段他のゲームの動画とか上げてたりとか、あと芸人ギルドっていうユニットでこのアマングアスは遊んでるんですけども、まあ、その中5人の中で僕が一番多分アマングアスは下手な中ででも来ているということなので、皆さんもし僕に勝ったとしても、あのまだ芸人ギルドには勝ってないので、そこだけお願いします。はい、なんで一人で四天王最弱を自分でやるんですか。はい、四天王の一個下背負ってる、まだ背負ってる、はい、中ボスで中ボス2体出てくるタイプの予想ですが、はい、なのでぜひ皆さん、お手柔らかによろしくお願いします。お願いします。お願いします。マシャカリさんお願いします。はい、マシャカリです。人狼の動画とかいっぱい上げてます。宇宙人狼いっぱいやってます。今日はですね、ちょっとさっきも言ったんですけど、昔スプラトゥーンが好きでして、その頃裏切りマンキーコングずっと見てたんで、当時のノリでフージ君って言ってしまったらごめんなさい。いや全然全然もう視聴者目線でずっとフージ君って言ってたんで、今日フージさんってなるべく言うようにします。頑張ります。よろしくお願いします。マシャカリさん気をつけてよ。マシャカリさん、マジで緊張してますからね僕。続きまして松下さんお願いします。はい、松下です。普段は、ゲームの歌を歌ったりしております。本当に私も初めましての方がほとんどなので、嘘つきではないんですが、すごい私の配信を見てる方はもう松下いつもと全然違うなっていう感じかもしれませんが、今日はあのお手柔らかにお手柔らかにお願いいたします。お願いします。お願いします。神宮寺さんお願いします。はい、お世話になります。アマース配信者の神宮寺でございます。アマース部部長です。なんですかね、プレイ時間が、900時間超えたんですけど、とっても下手なんでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今のも嘘ですね、多分。900時間超えるタイプ数嘘ですね、今。はい、はい、続きまして今野さんお願いします。はい、皆様はじめまして、今野健吾と申します。漫画家をやっております。YouTube ではうの花しゅうねという名前でアモンガスヘタッピー代表として遊んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。いつも変なことしてごめんなさい。大丈夫です。はい、じゃあラスト下月さんお願いします。はい、下月はるかです。アニメやゲームや同人などでこう20年ぐらい活動しているシンガーソングライターでございます。はい、もう明日はもう皆さんすごいベテラン組な方が多い中ですね、割と初心者なんですけれども、上手な方々のプレイに混じって楽しみたいと思いますんで、皆様お手柔らかによろしくお願いします。緊張してます。よろしくお願いします。お願いします。
はい、ということでございまして、以上、今日はこんな、メンバーで、遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、一応ルール的な説明しますが、マップは今日エアシップでございます。まあ、インポスターは2です。議論タイムが多分皆さんが普段やってるものよりちょっと長いかな。うん、議論の時間、会議の時間が150秒になってます。平野の速度はちょっと早めの 1.25 です、タスクはフルでございます、はい、ということでやっていきましょう。じゃあ早速1戦目いきましょう。はい、お願いします。スピーカーミュートしてください。お願いします。お願いします。始まるよ。始まるよ。さて、いきなり、いきなり、あれ、白って、いきなりか、いきなりか、いきなりなのね。お、なんかやってくれたな。いきなりか。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは、神宮寺です。神宮寺ラジオみたいな。よろしく、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ご挨拶、ご挨拶ボタンでございます。いい声だな。じゃあボタンないんですよね、もう。そう、じゃあすみません、ハヤブさん、ちょっと花が小商売よくて。どういうこと？ハヤブさんの頭の上にある花瓶がですね、ちょっと、まあ当たってるわ。おっさん同士でさ、キャラクターで擬人化してイチャイチャするのやめろ。僕も下月さんに今思いっきり刺さってる。確かに。すいません、ほっぺたをちょっと。むにむにされてます。自己主張が強い2人が二郎ですね。なるほど、ハイブリマシャカリの二郎。花岡さんちゃんとこう遠慮してこうちょっと曲げてますもん、体。そう、僕クイさんに被らないよ。本当だ、クイさんすいませんみたいな感じになってる。じゃあマシャカリさん、サボタージュ任せるんで僕扉の方に。じゃあ次、わかりました。じゃあエレクトリカルの方で僕いるんで誰か来てください。殺します。サボタージャー電気消します。サボタージャー電気消します。エレクトリカルまで行きます。本当に死んでたらどうしよう。みんな集合しそう。マジで死んでたらどうしよう。怖いな。入ってるし、人気入ってるし、ハイブリさんだな、これ。これ僕です。入れてないよ。これ僕です。お願いしますよ。ミュートします。いや、皆さん上手そうだな、上手そうだな。あ、しまった、しまったよ。よいしょ。なるほど。開かないな。開かないよ。開いたよ。ここやっとこうか。これめちゃくちゃ言われそうなんで僕から出していいですか。あ、ごめんなさい、はい、あ、押してくれた人いるんだ。コンロさん、じゃあどうぞ。あ、はい、武器庫を出たところ、通信室の前のアドミンに移らない通路のところで神宮寺さんが亡くなっていました。ですね、ちなみに本当に本当に電気室に来ました、一回。で、あ、ちょっと
疑われるからめんどくさいなと思って、あの診察室に行きました。その後で13秒前に僕が見た時にはもう死んでました。あのバイタルを、あの心電図結構前ですね、はい、そうです。13秒前だったら本野さんとハイブリー松下までが3人一緒に、キッチンにいたと思います。13秒前っていうのは、ね、停電中だかどうか、あのマシャカリさん覚えてらっしゃったりしますか？停電中ではない、リアクターが鳴る2秒前だから。あ、リアクターが鳴る2秒前か、うん、そうそう、なるほど。ハイブリーさんもう一回、ハイブリーさんと今野さんと松下さんがキッチンにいます。はい、キッチン、キッチン、はい、わかりました。今直近が、シャワー室で、花うささんと下月さんを、うん、見ましたね。してます。あと、はい、でリアクターだったんで移動しました。ヒルケンさんも見ました。見ましたね。なんで13秒か微妙だけど、まあちょっと薄いかなって感じです。フージさんも、僕、あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、どうぞ。フージです。黄色フージは、電気がついた直後ぐらいに、あの右上のトイレのところですね、ラウンジか、ラウンジのところであゆみさんとすれ違ってます。え、これです？はい、ちょっと死にしてよかった。すいません。消火器のところの下のところのなんか電気直すところにいて、あ、電気直ったと思って、でアーカイブ、ラウンジ、トイレっていう順番で行って、そのアーカイブ、ラウンジの間で多分あゆみさんとすれ違ってます。はい、扉開けたとこですね。そうですね。あ、はい、はい、すれ違いました。あ、はい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 。あ、ごめんなさい、下ってどこでした？すみません、聞きそうです。武器庫です。武器庫の上ですね。武器庫の上の通路のところです。コミュニケーション前ですね。あ、そうです。エンジンの間。はい。じゃあ、さすがに花うさ、ひるけん、下月はこの容疑者じゃなさそうですね。あと、ちょっと遠い、あと、あゆみも入れてください。あゆみ、富士さんも無理そうですけどね。はい、そうですね。あゆみって呼び捨てしちゃったわ。そしたら本気で待ってるじゃないの。松下さんが結構いて、松下さん、ハイブリコンノさん、松下さんまでは全部キッチンでずっと一緒にいる。あ、そうだ。じゃあ、ちょっと待てよ。ごめんなさい、私目線ハイブリさんに白はちょっと出せないと思います。体の色出ましょうか。出せない。なるほど。ジングリさん、ちょっと面倒くさくなってきましたよ、これは。ミュートします。電気、はいはいはい、なるほど、浮き位置が僕だけあ、いや、そうでもないですよ。近藤さんの話聞きたいです。停電直したタイミングで展望デッキに青白紫でいたんですけれど、はい、ちょっとリアクターが鳴ったタイミングの時にどうだったか覚えてないんですが、キッチンに最終的に残ったのは松下さんなんですね。あの、はい、ハイブリさんが先にキッチンのバーガータスクから抜けて武器庫の方に行かれて、その後私がキッチンから武器庫に入って、松下さんが最後にキッチンでバーガータスクをしておられる状態だったので、はい、ハイブリさんが切って、まあ、その辺にいたっていうのは全然あるかなと思っています。ハイブリさん目線、私、今野と松下さんは弾けるとは思うんですが、あと、それだと今野さんのセリフだけを僕も追って、松下さんだけ隠しろかな、うんうん、僕最終的に武器庫行って、今野さんと松下さんの2人きりになっちゃったんで心配だったんで一回戻ってるんですよ。で、松下さんと最初位置ずっと一緒にいるんで、あ、これだったら大丈夫かなと思って3人まで白出してたんですけど、それを、まあ、確かに可能性としてはあるんですが、それだと僕は今野さんのセリフも追っちゃうので、いやってなってしまう、やりやりになってしまう。追えなくないですか、茶色紫の二郎っていうことになりますね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、はいはい、俺なぜ俺が入る。あ、いやいや、バイタル偽装かなって。あ、そう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 。マサカリさんにお聞きしたいんですけど、13秒以上前でした、13秒前でした、どっちでしたっけ。13秒以上前です。以上前です、ね、そう、見た時には死んでました。それ見たのが13秒前です。ボタンが押される。なるほど。あ、それ、まあ、結構前の可能性もあるって。結構前ってことですね。余計になんですよね。余計に3人ともずっと いるから、僕も一緒に武器庫には行ってるけど助けて帰ってきてるから、うん、難しいなって。武器庫側の人たちが若干、うん、最初どう、あ、タンゲさん最初、あ、最終ってどうですか、誰がどこまで行ってみますか。ハイブリさんの最終位置って松下さんと一緒にキッチンです。あ、キッチンから武器庫行ってもう一回キッチンに戻ってるってことですか。そう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 。ああ。僕キッチンは非展望デッキ。
あ、キッチン脇なんですね。はい、キッチン脇、展望デッキ、ダウンロード、うんうん、アップロード、で、バーガーもう一回行って、で、武器庫の下側、うん、4つの順件順直して、生きてるかなって思ったら、あ、生きてるわ、です。そうなんだ。仮にマシャカリが神宮寺さん殺してたら、僕見られてると思うんですけど、その3人の誰かに、そっちの方にいたら。誰も僕見てないんですよね。メインホールエンジンから行ってたらあれなんで、もしそっちでマシャカリさんが見られたら、そっちの方を聞きたいけど。いや、僕ね、神宮寺さん以外に見られてないから、超ピンチ。念のためシャワーから間に合わないですかね、シャワーまでって13秒以上前だったら。可能性はあるよね。ありますよね。ちょっとアナウンサーさんか下月さんか僕に見られてると思うんですよね。そうですね、ちょっと追いましょう。押します。はい、ベッドします。念のため、はい、多分13秒以上前なのであればシャワー間に合う可能性があるので、うん、シャワー室に入った順番を知りたいなと思うんですが、シャワー間に合うっていうのはシャワー室にいた人たちが間に合うかもってことでしょ。そう、通信室前で切ってエンジンメインシャワー、まあ、行けなくないのかなっていう。それで行くと花尾さんと下月さんと誰でしたっけ。ヒルケンさんも見てるんですけど、私視点だと私視点だと私が一番最初に行って、はい、まあ花房さんも同じぐらいにいたかな。でヒルケンさんがメインホール側から来たところを私は見てます。ヒルケンさんメインから来たんですね、はい、あでも下月さん僕停電中一緒ですよ。ほぼ停電中、停電中でしたかね。そうそうかも、うん、じゃあヒルケンさん視点下月さんが白でいいですか。花房さん視点 もう間違いなくできないイメージです僕は。下月さん、僕とヒルケンさんって結構隣にいたんですよ。一緒にいたように一緒に動いてた感じで、一緒にほぼ同時に下月さん見てるから下月さんだけは違うかな。かなヒルケンさんも多分僕違うと思ってますよ。あ僕は好きじゃねえかな、そんな前から。花房さんとヒルケンさんが、白同士出せるんだったら3人でかばい合うことってインポスターじゃないから白だと思うんですけど、うん、そこがはっきりできたら嬉しいです。ヒルケンさんって僕と出会う前でどっから来ました。いやもう僕ら3人ほぼ多分メインエンジンエンジンからメインに行く扉を3人で多分開けてて停電になって、うんうんうん、そうですよね。あまあエンジンはそっかそっか、まっすぐ行ってるからじゃあ無理ですね我々。かぶってて、で花浅さんだったり下月さんだったりが除染室行ったり行かなかったりみたいな。そうですね。あ、そうそう、うん。僕が除染室いるとき、ヒルケンさんずっと横にいましたもんね。そうです。さすがにないかな。さすがにここ3人はないですね。うん、3人とも3人、他の2人が白出しできる。多分白と、うん。私はあんまちゃんと見てなくて、多分花房さんはないと思ってるんですけど、ヒルケンさんの着た位置だけは、うん、私は確証は持てない感じですかね。うん、多分その少し前に僕とヒルケンさんが一緒に出会っているので。うん、大丈夫だと思います。でことはやっぱ、あゆみさんとフージさんが一緒にいたんでしたっけ？はい、右上のアーカイブラウンジのところです。そうですね。はい。貨物ラウンジアーカイブで、シャワー室の扉を開けたら、リアクターが鳴ったんで、私そのまま昇降機に戻ってるんですよ。扉開けたら。あゆみさん最初ここで僕待ってますね。じゃあマシャカリさんやっぱりそうなんじゃない？マシャカリさん違いますよ。いいですか？はい。一つだけいいですか？どうぞ。マブリさん武器庫のタスクって知って四丁のやつをやられたっていう。はい、四丁のやつです。あ、はい、じゃあハイブリさんかな、上から来たように見えました。え？二丁の方から来たように私は。ハイブリさんかな。なんだなんだ。お大事な情報出たぞ。お大事な情報。ミスリードだったらごめんなさい。自習してください。わあ、私これに関しては大変
役立たずかもしれない。でもこれでハイブリーさんがいなくなっちゃったら私だいぶだいぶやばい。誰もいないかな。うわっ、うわうわ、今発見したのがシャワー室でヒルケンさんですね。シャワー室、ごめんなさい、やば、シャワー室、シャワー室のどこの辺ですか。シャワー室の真ん中ら辺で死んでて、はい、それで一応そっちの方から下月さんが来るのを見てます私は。ヒルケンさん44カウント前です。キルの瞬間じゃない、バイタル見てて、バイタル見た直後にヒルケンさんその時にオレンジが死んだので、うんうん、じゃあ多分そっくり1、2でカウントして44カウント前です。あ、ごめんなさい間違った、シャワー室じゃない、ごめんなさい、ラウンジだ、ラウンジのトイレのとこです。はい、ごめんなさい、うん、トイレです、トイレの真ん中ら辺で、え、ラウンジで、ラウンジでヒルケンさんが亡くなってて、そっちから下月さんが歩いてきたのでおそらく下月さんじゃないかなと。私でも行ったのは結構さっきですよ、あの直前というか、直前ラウンジですよね、ラウンジ、私ラウンジ通った時はいなかったと思うんだけどな。喋ってもいいですか。はいはい、私バイタルでその44カウント前に見てた時に、ボタンないんですけど行かなきゃと思ってエレクトリカル抜けていったんですよ。その時に下月さんと今野さんがメインから降りてきてるところに遭遇してるので、うんうんうん、ラウンジのトイレで死んでるのであればこのキルに関してはこの2人ではないです。ただまあ今野さん亡くなってるんで、ただそれだったら今野さんも亡くなってるってことは下月さんは結構できる位置なんじゃないですか、まあ、できる位置ですね、位置にはいると思いますね、右側にいるの で、ね、はい、でこれ今日外したらまずいんで、そうです、松下は、うん、経路は松下さんの、あ、アーカイブでタスクやってて、それでラウンジ向かった形でアーカイブの右から下月さんが来たのでラウンジで見てないとおかしいかなっていう、うん、あー、なるほど、下月さんと松下さんが明らか切れてる感じですかね、これどっちか、例えば貨物とかにいてラウンジで下月さんが行った後に行ってる可能性があるからって思ったんやけど、その場合だったら松下がインポスターだったら松下の相方だと思うし、下月さんがインポストだったら、どこになるんだろう、相方位置がって思って LINE を考えてたんだけど、あ、まあ LINE は分かんないけど、うん、下月さんは松下さんを見たと言っていて、松下さんが下月さんを見てないという時点で、まあ、だいぶ意見食い違ってんな。僕は下月さん入れますけど、ね、私でも松下さんと会ってますけど、会ってますけど、会ってますけど、会ったのってアーカイブですよね、うん、あれあ、まあまあ、うん、いいや。ちょっと、私これ混乱してます。ボタン押して。言って。よいしょ。あいつをやれ、あいつだ、あいつなんだ。私とマシャさんの二郎否定されたからどうか。わかんない、そうそうそう、うん。これを追ってくれれば。あのエンジンゲッジ人数を釣ってください。あの安全ネットセンスを、あ、さすが。アルファベット兄さんね。アルファベットのあの安全ネットセンスさん、釣ってください。僕に、ね、あのハイブリさんですよね。よかった。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。いいボタンです。いいボタンです。いや、よかった。白い。
まあ下月さんじゃなかったら相当やばいはやばいですけど、そうですねぽいけどな。松下さんまでローラーするか、いやしないでほしいな。正直やとしたくないな。あの今野さんがなんだっけサボタージュなってる時に逆走してるの見て怪しいなと思ってて釣られてるんでっていう、まあ、いやまあそれに関してはちょっとなあの一方の意見になっちゃうからあれなんだけど、多分今の停電中にキル起きてないから、うん、下月さんでほぼ落ちてんじゃないのっていうふうには思ってます。あ、同じくで、僕神宮寺さんのキルなんですけど、シャワーの人たちができないんであれば初手今野さんが言ってたハイブリさんあるんじゃないかって、はいはいはい、今野さんハイブリさん目線松下さん白だったら、うん、今野さんが死んでるんで僕ハイブリさんがやったんちゃうかと思います。神宮寺さんキル、あ、僕目線はね、まあ、僕も高い位置なんであんまり言っと説得力ないんだけど、ほぼほぼ隠し色になる松氏を今俺ずっとキッチンで一緒だったけど殺してないっていうのが言えるかな。松下さんはまあ一応釣られるかもしれない位置だったからじゃない。まあだから俺結構逃げたんだけどね、うん、今一緒に停電直しながらみたいな、そう直して、うん、俺が直してないのね、直してくれた人がいたと思ってて、かぶってる人が言うと思うんだけど、今ですよね、うん、今私も直そうと思って直りましたってところです。私がじゃあ直したのかな、多分俺ね、俺かぶっちゃったから俺が開いた時に動いたから、でマチュシと2人で、うん、もしかしたらマチュシのインポスターがあったので俺は先に逃げてる。あ、そうなんだ。そう、あれ白白出してなかったですか初日ん、あ、初戦の時はね、だって俺初戦まさかりさんと思ってるもん。ああそういうことか、うん、なるほどね。さっきのあ、まあ、そうですよね、昼そうそう、昼が起きてからのことだったらマチュシが一応あるから、だって1切れ目だったら下月さんもないから、そうそう、下月さんじゃないから、この5人の中に神宮さんを殺した人は必ずいるんで。あれ、ハイブリさんって下月さんがローだと思って松下さんも相方だと思ってるんですか、今のだと。怖くて逃げたってことは。いや、下月さん今現状じゃなくて、下月さんを釣った後すぐ押してねって言ったけど停電が起きてしまったので、あ、僕が殺される可能性があるのでっていうことです。あー、オッケー、今この現状だとは思ってないですよ全然。うん、了解です。そうそう、なんかごめんなさい、了解です。次元です、拍手しました、うん、わかんねえこれ、マシャカリさんが人間っぽく見える。あ、今の停電と1個目の停電直してるの多分私です。えらい、素晴らしい。タスクやりましょう。いやタスクで勝ったむずいな、難しくない。じゃあ死体探しましょう、死体探しましょう。わー、ノーラ無理か、地獄の始まりだ。できればよかったんですが、ボタンのうちに地獄が始まってしまいました。タスクはちょっときついと思う。幽霊の皆さんはタスク頑張りましょう。はい、スピーディーにやってます。そう、次のボタンでグイーンって動かして、プレッシャーをかけていきましょう、うん、ちなみにちょっと殺意高い方ですからね。ちなみに私ラウンジではラウンジではやってません。そうです、ラウンジでやったのはあの安全ですですね。まあ、やはり踏んだ感じですか、死体を。いや、ベントで移動したんで見てないんです。あ、なるほど。だから運が悪かったんです。あーと思って、そっかキルの相方のキルが容疑者。あ、でもね、マシャカリさんやれないと思うんですよね。そうですね、これ、うん、こう SG 値なくなっちゃうのはまずいんで、ハイブリさんはガチンコ人狼勢なんで、多分絶対 SG 値は置いとくはずなんで。タスク終わった。なるほど、はい、ボタンがもうないから。いやー、ちょっと厳しいですね。キルターゲットはすごいしっかりしてると思うので、うん、でなるほど。ただアモガスエアシップはこの難しいのはインパスがね、人に会えないっていうことはよくあるんですよ。うん、確かに。ああ、なるほど、広すぎて。広すぎて人に会えないって。マシャカリさん頑張って。そのキルターゲットを狙えば狙うほど会えないみたいなことがあって。なるほど、なるほど。ああ、頑張れ。で、もたもたしちゃうことはありますね。へえ。でも上にも誰もいない。結構なので僕らは、そうですね。インポスターやるときってどうぞミュートにしておいてもらえれば多分、はい、結構僕らだからあのアドミン見ることが多いですね。やっと発見したらしい。そうなるよな。さあ追従しています。でもこれで多分あゆみさんとマシャカリさんで白取り合える気するんだよな。
まあもう歌が1にはだいぶ入ってます。そうですね。すごいな、みんなハイレベルな。いや、ハイレベルですね。これでハイレベルです。見に行くんじゃないか。そうですね。あゆみさんと一緒に行きたいんだろうな。あゆみさんを初手で僕が。いや、これで死体が発見できると、はい、あ。うわ、最悪や。どうぞ。エンジンルームで、マシャカリさんが、あゆみさんを切ってました。あの目の前でハイブリさんが切ってました。たまつしたさん、いつぼちごめんなさい。どうしたらいいんだ。マシャカリさんには一回やったんだけど。あれだよね、コミュサボの前ですよね。そうですね。コミュサボにマツシ行ってたんや。これ後から入ってて、で、そのまま、コックピットで一回アドミン見てて、で、戻ってったら、ちょうど見えたって感じだった、俺は。本当にわからないでしょうね。初手機このキルは多分わからないと思いますよ。本当にわからない。ちょっとパッション、お二人のパッションで決めるしかない。パッションパッションパッションなのどうする、歌でも歌うか俺ら。あ、いいっす、楽器持ってきましょうか。ハイブリさん、じゃあちょっとピアノ用意してください。僕じゃあ、ちょっと待って待って待って、今から今あと100秒でセッティングは無理だわ俺。じゃあ僕の勝ちですね。なんでやねん。俺アゴイ引くわ。あの真面目に考えて、初手のほぼ神宮寺さんのキルの犯人がどちらかでしょ、松井視点って。まあ確かに、でもそれもはっきり言ってよく分かってなくて、私ずっとタスクしてたから。あ、じゃあね、初手キルの話で、僕が武器庫だったら、まあメインエンジン込みだったら僕は誰にも会わずにいけるけど、まず今野さんと、松井さんとハイブリさんだけなんですよね、その辺にいたの、キッチン側に。うん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 、でそこの容疑者の今野さん死んでるんですよ。で松下さんもこれ隠しろなんで置いといて、うん、ハイブリさんしか容疑者いないですよね、直近の近くだったらね。今野さんが死んでいるけど、今野さんをキルしたのがどっちか分かんない、俺視点は。で今野さんを切ることによって、殺すことによってハイブリに嫌疑を向けられるようになるよね、うんうん、だって下月さんが切ってる可能性ってなくない。ヒルケンさんが結構前だったんだ、44秒っていうあゆみさんおっしゃってたから、そのあ、まあ、例えば切って後に他のところで近野さん切ってる可能性だってあるし。わからないですね。わからないよなこれ。だって初手の神宮寺さん切るわかんないもんね。わからないな。パッションパッションも同じぐらいだな。僕キルしてたらバイタル情報出さないですけどね、誰にも見られてない、浮き位置になっちゃうし。めちゃくちゃ嘘言いますからね。直近それが直近って言いますけどね。確かに僕直近って言いますけどね。直近で言いますけどね。だってすごい3人、そう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 、これ直近だって3人いるんだったら言いますけどね。ごめんなさい。いやマジかよマチュシ、おい。よっしゃ勝った、どっち？おー、多分マチュシ。どうなの？相方下月さんですよね。よし。しゃかった。あー負けたー。ハイブリさんすいません。めちゃくちゃ言ってたら最後ね。素晴らしい、すいません。素晴らしい。いやー、ファッション松下さんナイスです。ナイス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 。すいません、すいません。ナイスすいません。もう絶対切られると思って、まさかりさんにずっとついていこうと思ったのにやられた目の前で。ぬるぬるぬるって思った。いや、残し方がうまい。すごい。いやー、でもそうだよな。あー、私疑われたラウンジのラウンジは私がやってるわけじゃないんですよ。俺なんですよね。そうなんです。そうでしょうね、逆に今野さんは私がやったんです。あ、そうだ。あ、そうだろうね。あの今野がエレクトリカル近くのバイタルのところで、そうですね、バイタルのところで近くにハイブリさんがいました。ハイブリさんがその近くで藤さんをバシュってして。多分ハイブリさん目線、今野さんとマシャカリはハイブリさん目線殺したくあまりなさそうだから、残した方が強いから、うんうんうん、なるほど。まあ、ラウンジで僕がヒルケンさん切ってて、しかも、うん、そこで、バイタルで見えちゃったんで、もう近くにいるやつは全員殺さなきゃいけないと思って。確かに。じゃあ、あんまり殺したくなかったんですね、本当は。すいません。なるほど。いやいや、全然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 そんなことないですよ。ずっと僕は配信中にどっかに鼻うさ落ちてへんかなって言いながら。
金庫見つかった最終盤面まで行った寂しかったな、うん、かったごめんねジングさんジングさん本当に死んでてめっちゃ笑ってしまったみんなに元気に挨拶してくれたのにそうかのエレクトリカル本当に似たんですけどねマシャさんごめんね紛らしくなっちゃったねいやびっくりしたほんまに来たわと思ってどっか行けと思ったら死んでるしと思ってびっくりしたごめん、ね、すいませんね、あ面白かった。面白かった。よし、じゃあ2つ目じゃないよ。2回目いきましょうか。お願いします。お願いします。ください。いやー、インポスター心臓に悪い。あ、今回は白かった。でもなんかもう上手い人たちに囲まれるとすぐ死にそう。すぐ死にそう。バンズレ、バンズトマト肉レタスバン、バンズ、トマト肉レタスバンズ。はい、展望デッキ。よし。お、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。いい声ですね。こんばんは、ジングジです。いい声だな。さっきとデジャブっぽいですね。なんか次吹き声でまた死ぬじゃないですか。あの僕喋れるときに喋らせてください。よろしくお願いします。寂しかったです。お花の人がコミサボ直してくれました。ああ、なるほど。はい。白稼ぎか。白稼ぎか。自分でやって。自分でコミサボ直す。マッチポンプ白稼ぎ。確かに。いや、それやったら1キルしてるよ。確かに。ああ、面白いな。皆さんの笑顔をお待ちしてます。本当に死ぬみたいにタイムに入ってすいません、今度ですお花がくすぐったいので入れました。わかる、すげーしんやる、やべー、ごめんなさい。貨物の方もあったかな。あ、妨害された、妨害されたよ。キュポ、あれ、キュポ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 、タオルタスク、あれ、あら、なんと、あら、お花の人がですね、展望デッキで死んでましたね。展望デッキ、情報出します、神宮寺。ハイブリッドセンサーを初手の段階でキッチンで合ってるのかな、確かキッチンか武器庫かその辺ぐらいで合っていて、で神宮寺武器庫のタスク終わった時に花房さんも確かいたはずで、で、はいはいはい、はい、花房さんもいて、で、キッチンに2人っていうタイミングが、アドミンに見た時にあったんですよ、うん、でそれが間違いなく花房さんとハイブリさんです。で、その後に、出たら花房さんがもう出てきていて、でその後に、マシャカリさんが、エンジンからコックピット武器庫方面にコミュニケーションの方に入っていったっていう流れなので、うん、その辺にしか多分人いないと思うんですよね、うん、お、なので花房さん、僕の中では花房さんかマシャカリさんのセルフ
うん、あ、僕のセルフも、あ、そうか、そうか、うん、ああ、もちろん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 、わ、いや、じゃ、もちろん他の人の動きは確認しないといけないんですけど、花房さん、ハイブリさん見てますよね。え、僕じゃなくないですか、ジングリさんって、メインホールで、僕と一緒にいましたよね。え、メインホールの助けやってる時、右上の。あ、初手の話ですよ、初手の話。初手って関係あります。まあいいけど、初手展望デッキで停電直して、そこからキッチン、武器庫、エンジン、メインホール、シャワー室、あ、シャワー室か、うん、あ、僕めちゃくちゃ疑ってる人いますから言っていいですか。はい、僕あの富士さん疑ってます、めちゃくちゃ。お、武器庫です。武器庫か、僕のやつ言うとエンジン、米、武器庫、キッチン、展望デッキなんですよ。はいはいはい、で僕コミュでめっちゃ人とすれ違ったんですけど、最後にすれ違う武器庫の、銃拾おうとしてすれ違っ、キッチンから来たのが富士さんなんですよ、うん、はいはいはい、それ以外と会ってないんですよ僕、そのそっからはキッチン展望で、だから富士さんだと思う。なるほど。僕じゃあ動きっていいですか、うん、どうぞ。僕コックピットで仕事して、はい、であのキッチン行こうとしたら閉まっちゃって、うん、で戻ってきたって感じです、うん、コックピット、コミュ、武器庫、キッチン、展望、コックピットと、そうですね、コミュの前通って武器、セキュリティ行こうとして、セキュリティの方に、はいはいはい、じゃあキッチンが閉まっちゃってて、でまあなんか別に急ぎで右下行きたいわけじゃないんで、うん、じゃあ別のタスクをつって上戻った時に多分すれ違ってると思います。その時にこっちの方が匂います。花房さん、花房さん、花房さん撤回します。あ、よかった、うん、僕の方が匂います。僕の方が匂う。どう、他の人の話も聞いた方がいいかなと。そうですね。そうそう、ちょっとできれば。じゃあ僕押します、そしたら。いやー、でも分かりやすい。分かりやすいな。またか、これは終わる前にまた呼ばれるかもしれないやつ。終わった。はい、はい、ありがとうございます。はい、他なんかそのキッチン方面の人の話もしいたら、はい、そうですね、あと皆さんのその最終位置とか聞いた方がいいかなと思う。はい、さっき外れましたけど、花房さんはシャワー室で私結構一緒でした、最後の方。なるほど、はい、最後の方、うん、なので僕を、あ、ごめんなさい、僕を信じてもらえるのであれば、停電を僕展望デッキで直していて、その時僕は展望デッキにいたので、停電が終わった後でハイブリさんは死んでます、ね、はい、時系列的に、うん、そこから僕は上に上がっていってるので、うんうんうん、でその時にあんまりすれ違ってないから、うんうん、おそらくセキュリティキッチンルートか弁当使って展望デッキに行った人が、まあインポスター犯人かなって気はしてます。うん、なるほど、うんうんうん、富士さんの経路、どういう経路だったんですか、そのコミュニケーション武器庫、コックピットの前って。前はエンジンで湧いて、そのなんか最初に神宮寺さんが押していただいた後にエンジンで湧いて、で左のコックピット行って、そのまま下ぐるーって回ろうとしたところにキッチン閉まっちゃったんで、またエンジン通ってっていう感じですね、僕の動きは。最終は、最終僕多分ミーティングルームらへんいたかな、はい、ミーティングルームの方に行って、で戻るときに見つかったって感じですね。死体が見つかったっていう形だと思います。めちゃめちゃ移動してますね僕。ミーティングルームですか、最終位置。僕なんかそれだと、僕武器庫で富士山見たんですけど、はい、行けてエンジンが宿舎前通路ぐらいかなと思うんですけど、誰かに見られてます、その経路って。エンジンで誰かにすれ違ったと思うんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。右側先、はい、どうぞどうぞ。うん、あ、そうですね、結構そこでも、そこタスクほとんどやらずパーって走ってっちゃったんで。右側組なんか最終位置だけでもいいので教えてください。右側脇歩みです。多分下月さんと一緒、うん、一緒でした、うん、はい、貨物室は貨物、はい、貨物脇、
ヒルケンさん、はい、ヒルケンさんも一緒、うん、はい、で、診察室でバイタル見て、ま、でも初手の初手なんでその時は、生きてました。で電気室で多分し、今野さんと神宮寺さんとすれ違って、はい、メイン最終ですね。今野、赤い部脇、赤い部脇、今野さん、はい、了解、はい、ヒルケンさんと下月さんとで、花尾さんとメインホールシャワーの境目あたりでお会いして、電気室のスイッチターンってして通報くらいです。うん、松下さんどこだっけ？私が最終コックピットなんですけど。ボタン押しましょう。ボタン。うん。松下さんどこでしたっけ？私最終コックピットなんですけど、うん、向かう途中のエンジンルームで、うん、確か神宮寺さんと、すれ違ってます。そうですよね。と、はい、花房さんとすれ違ったのかな。まさかりさんに分かりやすいように言うと、まさかりさんがエンジンからコミニ方に、コックピット方面に向かったタイミングで、僕がエンジンの左上タスクやってるんですけど、その時に花房さんと神宮寺が、コミュニケーションからメインの方に抜けていくんですね、その後、うんうんうん、でその時にエンジンメインの扉のところで、松下さんとすれ違ってます。なるほど。じゃあこれあれだな、容疑者3人じゃん。僕と富士さんと松下さんじゃん、はい。でもう多分右側前八機でいいと思います。あ、前八機でいいですね。それで、はい、私その後ちょっと気になって武器庫を覗いたら、マシャカリさんがドアのあたりにいて、キッチン側の、うん、でそうそう、その後にコックピットに行ってタスクしてたんですけど、弁当の音はしなかったので弁当ではないなって感じもしました。おそらく富士山の経路は、必ず神宮寺と花尾さんに会わないといけない経路になるので、あ、そうだと思う、うん、はい。で、右弾きしていたタイミング、僕が、キッチン武器庫上がったかなり初手の段階で、僕はさっき言ったキッチン2があったっていうタイミングの時に、宿舎前1があるので、おそらく富士山そこから弁当でポンポンできて、弁当キルしてからのコキピットから出てきた可能性があるのかななんて思います。あ、弁当キルじゃないと思う、ね、展望デッキからキッチン武器庫って多分言ったと思う、富士山は。なぜかというと、僕は武器庫で銃拾ってる時に富士山とすれ違ったから、だから僕は富士山キル。ああ、なるほど、弁当キルは。で、それだったら松下さんにも見られてると思うから、弁当キルではないと思う、富士山は。弁当キルじゃなかったとしても、エンジンコミュニケーションで入ってくると多分ね、結構見られてるはずなんですよね。ああ、そうなんだ。その時系列が正しいだったら、僕は結構富士山が怪しいから、松下さんよりも。僕コックピットから、あ、そうか、エンジンから行った時ってことですか、コックピットに。コックピットに入る経路が多分僕と神宮寺とか花房さんとか松下さんに合わないと不自然なんですよね。はははは。でもタイミングがちょっとわかんないですけど、ね、じゃあ3択で、富士さんが普通にキルして武器庫でマシャカリさんとすれ違ったか、マシャカリさんのセルフか、松下さんの弁当っていう整理で大丈夫です。お、素晴らしい、素晴らしい、わ、はい、かりやすい。かなり 薄めですけどね。まあ僕も結構薄いですけどね、松下さんと富士さんに見られてるんで僕は。うん、そうですね、武器庫ではあったのを見ました。ジミーさん、花房さんはもうなしで大丈夫。あ、まあ、あのキルクールが無理でした、すみません。ああ、なるほど、じゃあ、うん、その3人ですね。初手だったらきついと思う。はい、うんうんうん、はい、おー、やったー。まあじゃあ普通にやりますけど、僕は富士山めちゃくちゃ疑ってます。了解しました。あの背中に容疑者って貼っときます。もう貼ってる状態でタスク頑張ります。わかりやすい、わかりやすい、とても。そうか、ベントキルっていう、うまく使う人はそれでね。あ、通信か。
あれ、うん、これはいよいよじゃないかなと思っています。はい、いよいよ、いよいよ、いよいよ、聞いてください、聞いてください。キッチンと、はい、このドアのとこで、しあっと今野さんの死体があります、うん、僕はセキュリティでちょっとマシャカリさん白いと思ってたんで、ずっと電気室からセキュリティまでマシャカリさんと一緒です。はい、で、ちょっとカメラを見ていて、花房さん、アーカイブ、あゆみさん、貨物だなんだろうとかってちょっと見てて、その後キッチンの方に向かったら、キッチンのドアを開けた瞬間に富士さんがいる、怖いと思って、はい、方面に向かったから死体があったんで、もう僕は。あの、私も近くにいました。私も近くにいて情報あるんですけど、私キッチン脇で、はい、武器庫でタスクをやって、あの武器庫の入り口で今野さんとすれ違いで、その後、はい、エンジンルームのタスクをやりに行くときに富士さんを見てるんで、あの、はい、多分富士さんがいよいよ、それはいよいよだな。お縄系ですね。お縄系です。なるほど。富士さんに話させてあげましょう。ちょっとすみません。下月さんの時は一旦隠したんですけど、ちょっとやっぱ今野さんとすれ違った時に、まあ、ちょっと衝動を。あ、そっちですか。始まりました。このままキッチンから抜けるか弁当を使うかっていうところで、ドアの向こう側にヒルケンさんが見えまして、自供してる。許せなかったんです。曲、BGM、綺麗に BGM を追いついてる、こんな感じ。失礼、カサスみたいになってる。前回のプレイで僕を即やりしたハイブリさんが許せなかったんです。理由まで。事件引きずっちゃってるか。生まれ変わるでしょうか。理由までね。ああ、満票だ。入れちゃってる自分。ジーズリジーズリまたお会いしましょう。またお会いしましょう。ああ。人参わき。さんが言ってくれた。じゃあ私はここのタスクをやっておこう。あれ、よいしょ。あー、ミーティング置くか、やだな。うわ、うわ、あ、赤が死んでる、赤が死んでいる。あ、ディングリさん、うん、うん、見た人います？最後に。僕見てないですよ。見てないです。見てないな。ラス一を、え、誰も会ってないって感じ。会ってない、会ってないですね。リアクター直したのって僕なんすよ。左が、右って誰ですか？右、私です。松下です。あ、ありがとうございます。で、僕はヌーンでチェックしに行って松下さんがいたんでと思って、あ、ヌーン動いたの見てます。ヒルケンさんか、うんうんうん、最後にミーティング登ってきたのが下津さん。はい、そうです、私。なるほど。ただまあ最後なんで、そうですね、ヒルケンさんとにミーティングで一緒でした。基本的にヒルケンさんとマシャカリさんはもう真っ白だと思ってて、あー、わかる。関係性的に僕ら4人の中に1インポスターなんでしょうね。まあそうですね、うんうんうん、まあまあそれを踏まえてれば、マシャカリさん、ヒルケンさん死なないようにしていただければ確かにボタン使っちゃったからな、2人とも。2人が殺されると思うんですよ。あ、そっか頑張って生きてください理想は
僕の隣にヒルケンさんがいて、そのヒルケンさんを殺して僕がリポートするっていう理想がすごいですね。理想ですね。めっちゃ理想ですね、それね。そのイボスターさん、それでお願いします。マシャカリさん出るとか合わせとかないでいいんですか？でいうふうに言っといて、僕は壁になってヒルケンさんを守ります。あ、一応最終位置伺っていいですか？僕はシャワー室です。最終位置、最終位置はコックピットです。あゆみです。みどりです、うんうん、はい。アドミンあります？いや違うんですよ、コックピット入ったとこだったんですよ。なるほど、なるほどね。そうなんですよ。松下さんと、じゃあ下月さんは？はい、松下貨物室です。うん、私はミーティングルームでヒルケンさんの目の前にいました。あ、そうなんだ。その前は。なんか本当すごい言いがかりをつけるんですけど、うん、リアクターになっててあゆみさん、なんでのんきにコックピットに行ってるのかなってなっちゃった。あゆみさんですね、のんきにエレクトリカルのめちゃめちゃタスクをやってたんですね。頑張ってやっちゃっ て、でメインから向かってった時に治ったんで、そのままじゃあドミン見ようっていう流れで、すみません、なんでそれで入れます。誰だ入れたの？ごめんなさいって、もう終わったから許して。いっぱいあるな。これはミーティングルームを先に終わらせるべきか。やっぱりらしい。ああ、よかった。ああ、よかった。昇降機側に、下月さんと、あと、なんか、ヒルケンさんが、あれ？ヒルケンさんが渡ってってくれましたよね、今。僕、右側回しました。そうなんだ、うん。そう、なんで何人か見えたんで、今のうちと思って押しました。ありがとうございます。はい、僕、実はちょっと、花宇佐さんを疑ってまして、はい、おお、その心は。さっきの神宮寺さんキルの時に武器庫、はいはい、武器庫だったかな、一番直近で死んでるの神宮寺さんでしたっけ。はいはい、そうです、そうです、そうです、うんうん、武器庫で花宇佐リアクターが鳴って、武器庫で花宇佐さんと一緒だったんです。花宇佐さんがドア開けを全然協力的じゃなくてで、かつかつ、いや、かつかつ、まあ、武器庫エンジンって上がっていって、はいはいはい、わざわざシャワーで、まあ右側のリアクターを直すっていうふうにも取れますけど、わざわざ右側に行くかなと思って。あ、ですね、あ、まあそれは2つとも反論できるんですけど、まず僕はドア開けがめちゃくちゃ下手なので、ドア開けたプシューの音で、あ、もうよかったやんなくていいと思ってドアは開けません。なるほど。っていうのがいい。で、リアクターは僕そもそもヒルケンさんとマシャカリさんをめっちゃ信じてるので左側にヒルケンさんが行ってもらえれば右側に僕が行こうっていう感じで、ヒルケンさんが左を行くのを見て別れた感じですね。右側に僕が行こうと思って。なるほど。なんか、まあ、うん、なので、まあまあ大丈夫ですよ、僕はヒルケンさんと信じますから。なるほど。いや、まあ、まあ、特にうん、まあでも膠着状態っぽいのでタスクを進めたら、そうですね、進めるしかないです。はい、はい、頑張ります。僕電気室にいます。
はい、電気室のタスクがたくさんあるので電気室にいますよ。殺すのは今ですよ。一人で電気室で待ってます。キルクール貯めてたんじゃないんですか。電気室でお待ちしております。電気室のタスク残ってるような気がするんだけどな。電気室のタスクあるな、あるな、あるな。あるな、あるんだよな。電気室のタスクあるんだよ。あったんだよ。松下さんもいる。あとはこっちにもあるな。セキュリティにもあるな。ここか。あった。アーカイバー湯道。はい、アドミン情報を出す前に電気室にいた人ってあれですか、うん、3人いましたよね多分。花岡さんと松下さんと私だと思います。はい、あ、もう一回言ってください。ん、下月さんとと花岡さんと松下さんだと思います。真っ白だぜ。ね、あゆみさんどういう経路か教えてもらっていいですか。はい。あゆみですか。あゆみは宿舎前通路でヒルケンさんと湧いて、金庫室で金庫のタスクをするふりをし、ヒルクールを貯めてから昇降機に上がり、ミーティングルームでヒルケンさんをキルした後、マシャカリさんとすれ違いましたかね。私もいます。なんで3人もいるの。いや、なんでエレクトリカルも寒いんだよ。アドミン見てて、ミーティングルーム2人になった瞬間に、あ、これ多分殺されるなと思って。ちょ、なんでだ。電気室に来てくれた。電気行きすぎでしょ。電気行っちゃった。直しに行きます。それ無理だわ。やったー、ナイス。いやー、すいません、すみさん、ダブル自供ですね。僕が企画したんですよ、あの殺人は。だからケーキは軽くしたいと思います。花房さんの電気質強かったですね。初めて集まってくれたらまだかったね。あれ言われたら確かに。あゆみさん、僕のあゆみさんね、僕のアーカイブをね、多分見てもらったら分かるんですけど、後で。何ですか、どうしました。あの富士さんが自供しているときに、はい、あの終わってから、あの僕はあゆみさんがインポスターだっていうのをその前後ぐらいで言っていました。あ、そうなんですね。はい、シャワータスクシャワー室の奥のところでキルクールを貯めているあゆみさんを目撃してから、もう僕はもうちょっと奥入ってきてくれればやれたのに。やべっつって引き返しました。キルクール貯めが難しいですね。あそこ奥ってあの立ち止まる理由ってゴンゴンやるか回、うん、でも回収するしかないですけど、そんな長くいる場所ではないので。なるほど。はい、こっそり貯めてました。そう、それ見ちゃったんで、絶対この次、ね、次言わなきゃって言ったら死にました。いい時にやりましたね。じゃあね、ナイスタイミングでしたね。そう、やられちゃいました。面白かったなこれ。みんな自供してる。みんな自供してる。いや、だってもう無理ですよ、電気に3いて、はい、下位1のマシャカリさんとすれ違ってたらもう無理ですわ。だって抜けも無理ですよね。抜けても無理ですよ、それすれ違っちゃうと。いや、もうお見事でしたね。あー、すれ違ったなと思っちゃったんですよね。強かったです。いや、強いですね、うん、残念だな。すいません、帰ってきました。はい、おかえりなさい。皆さん、じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。
今日ハイレベルで面白いな。はあ、またごめん、あゆみちん私頑張れる自信がない、自信がないよ。お、ナイスボタンです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、さすが神宮寺さん。ありがとうございます。インポスターじゃないですけど、一個いいですか。はい。あの、痴漢がいます。え？僕はメインホールでシャワーを浴びてて、体洗ってたら後ろから紫色の人がずっと見つめてきました。僕。いやー、そうだよね。違います。これは言いがかりですね。私はマシャカリさんが除染されてるところで横の配線をやって、その後うまく現像のところに合わせられなくてちょっとうろっちょろってしてるところをマシャカイさんが除染から降りてきてじっと横で見ておられたので、どうしたんだろうって思って。何の釈明なんだこれ。じゃあ、あの痴漢されたということだって、セクハラな言いがかりを今なすってるわけですね、お互いに。まあでも僕も服着てないんで、ある意味僕も痴漢してるようなもんなんで、ちょっとよくわかんないですけど。私服着てます。ウィンウィンでいいです。ウィンウィンでいいです。違う。めちゃくちゃこれってアマングラスですよね。だから人間性をどうこうするゲームですか。いや、まあヒューマンエラーの戦いですね。めちゃくちゃ今野さん怪しいですね。違う。とりあえず今サイクロ1は、今野さんとマシャカさん。そうですね。そもそもラインなんすか。もう近いないんです。近いない。開かなかった。ああ、ナイスボタン。うわ、すごい。すごい。ナイスボタン。はい、白いです。ありがとうございます。白いんですけど、私一つだけ言ってもいいですか。はい。あの、緑あゆみです。花うささんは本当に扉を開けてくれません。はい、まあ、姫なんでしょうがないですね。姫プシャ。花うさん、花うさん、聞いててました。花うささんと扉の前で重なると本当に開けてくれないことが分かったんで、あの、全部開けさせていただく。クルーメイド協力的ってことですね。いや、まあ、やめてやってるんですよ。さあ、ダメだよ。俺はちゃんと。ちゃんと俺は下月さんの扉を開けさせていただいているから。あ、もう開けていただきました、ありがとうございます。面白すぎる。いい塩梅のタイミングがね、やっぱ難しいんですよね。いや、今盤面で言うと、え、なんで入っとんねん。盤面で言うと2巻と1扉2とかいるってことですね。違います。いろんな意味でダメだなこれ。いやー、ちょっとあゆみちんどこを攻めるのかな。電気か。
合わない。合わないぞ。合わないぞ。しまったぞ。保湿全然合わないし全然殺せないよ。うわーん、ありがとうございます。ありがとうございます。どこだ？相当前に死んでますよ。相当前だ。神宮寺さんってバイタルを見てましたか？ハイブリッドです。バイタルを見て、もう多分その時マシャさんしか死んでなくて、花瀬さんその後に死んでます。あ、オーケーです。もう計り知れないぐらい前です。そうですね。ハイブリが神宮寺さんがエレクトリカに入ってこられた時に、ハイブリがその後バイタルへ行き、その時には花瀬さんも死者になっていました。はい、なのでマシャカリさんの話をしてください。なぜかっていうと花浅さんとあゆみさんが、僕カメラずっと見てて、しゅうねさんもそれ確認してると思います。はい、カメラ見ておられました。で花浅さんとあゆみさんがずっと金庫室にいました。うん、花浅さんは出て行っていません。あゆみさんだけが出ていくのが見えています。オーマイガー。でもうそれはもう、はい、釣りで結構です。なんでマシャカリさんの話をしましょうちょっと待ってくださいよ、ま、私に発言権はないんですか、ヒルケンさん。とりあえずした発見なんで、松下さんどこでした？ちょっと待ってくださいよ。マシャカリさんは、はい、ラウンジの、はい、ダーツ盤の前ぐらいで亡くなってましたね。ダーツ盤の前アーカイブのとこですね、上の方ですね。じゃあ、それがマシャカリさんはもうすでに死んでたんですよね、神宮寺さん視点で。はい、そうです。ではその、その時にエレクトリカルにハイブリ、富士さんおられました。はい。で、その直後に今野さんが来られ、はい、バイタルのところに来られたと記憶しています。はい。なので、まあ、今野さんは一応キルしてから来るまではもしかしたらあるかもしれませんが、下月さんは何をされてたでしょう？私は結構左側にいました。あのコックピットで一回ご一緒しました。そうですね、うん、コックピットであったりとか、あとそうですね、武器庫通信室あたりのところで最後そこかな。そうですね、はい、うん、なんで左で結構タスクをやってたのですが、あゆみ喋っていいですか？どうぞ喋ってください。あゆみ喋っていいですか？あゆみ今ミーティングルームでボタンを押そうと思ったんですよ。そしたら死体がレポートされちゃったからちょっと押せなくてですね。消そうだなんてそんなことないですよ。あゆみさんの、はい、じゃあ対抗位置ってヒルケンさんでいいですか？じゃあいいよヒルケンさんで、ね、ヒルケンさんでもずっとテレビ見てますけど、今日もう一回、もう一回可愛くいいよって言ってもらっていいですか？ハイブリー、ハイブリーハイブリー、恨み節が出てきたよ、恨み節が出てきたぞ大丈夫かここ。あーどうしよう、これはもうなんかどうしようもないな、どうしようもないなどうしようもないよ。全然合わない。あーん合わないよ、合わないね。ありがとうございます。はい、
あゆみさん一本釣りでいいとは思ったんですけど、まあ、しゃかりさんのところも少し考えれる要素あるのかもなと思って押しました。はいはい、ラウンジで死体があったんでしたっけ。ラウンジのアーカイブ寄りです。なるほど、うん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 、はい。でなんか時期は結構前なんでしたっけ。神宮寺と富士さんがラウンジ貨物ぐらいの流れの時に、はい、富士さんが貨物の右配線、その後にトイレに行ったタイミングがあるんですが、はい、そのタイミングで僕が貨物から診察を降りた時にマシャカリさんは死んでいました。つまり僕目線富士さんは全然ありえます。なるほど、うんうんうん、そうですね、なるほど、神宮寺さんがラウンジのトイレのとこ、ラウンジの右のトイレのとこになんかこうドアの前に立ってるのを見て、はい、あれって何をされてたんですか。あ、ドアの前に立っていたんではなくて、あれはもうまあ完全にゲーム性のラグの問題なんですけど、はい、中でタスクをやっていて、他の視点からだと扉の前に立っているケースがあるので、逆に僕からすると富士さんも扉の前に立っていました。あ、なるほど、はい、はい、その辺は多分もうトイレタスクをやっていた流れですね。はい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 、マシカリさんの視点のだけじゃなくて、はい、総合的に見てヒルケンさんってあゆみさんを殺しにかかっている人なので、あゆみさんがインポスターだと思うならヒルケンさんってまず白いじゃないですか。はい、そうですね、はい、で神宮寺さんと富士さんの話の中でも結果的にハイブリって多分できないと思うんですね。神宮寺さんに富士さんができるかもしれないけれども、その時点でエレクトリカルにいるハイブリって無理だと思うんですけど、ここはご納得いただけますか。で、はい、皆さん他の視点から視点の皆さんがというかハイブリさんは僕診察の段階で見ていないんですけど、エレクトリカルいたかどうかの証明ってその時って誰ができるんですかね。富士さんができます。僕もあれ富士さんじゃないか、河野さんの方が見えんのか。私はちょうど重なったのぐるぐる3カ所のところにハイブリさんが立っておられたのを見ていますね。うん、はい、神宮寺さんが、バイタルの扉をで閉まってて、まあ、神宮寺さんの扉を開ける必要ないなと思ったんで、はい、扉を開けている神宮寺さんを僕は見てます。うん、僕そうですね、エレクトリカル電気室でハイブリさんには、すれ違ってます。はい、流れ全部言うと、アーカイブ行って、あ、僕すみません、押します。あ、OK です。はい、でその、まあ、一応その前に言うんだったら、神宮寺さんバイタル見てますよねを先ほどの発言の時に僕が最初にしています。なるほど、なるほど、みんな白照明がすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。一応、リアクターやって、そのまま押しに来ました。で、はい、アーカイブ、僕はその、多分マシャカリさんがやられたときに、アーカイブ、ラウンジ、貨物、診察、電気室って10番でこうぐるっと回ったんですけど、最初、花房さんとアーカイブで仕事した後の、ラウンジ通ったときは何もなかったんですよね。なんで、結構、その後なのか、直近なのかって感じなんで、僕からすると逆に神宮寺さんとそのハイブリさんはないなっていうのは思うんですよ。じゃあ富士山視点で神宮寺さん、はい、ハイブリまでの白が出してもらえたので、はい、一応近野さんも僕の白出してくれてますが、近野さんの経路と下月さんの経路とあとマチュシの経路かな。マチュシの場合はセリフが一応終えるので、今野は武器庫キッチンコックピットあたりで下月さんやハイブリさん、あとヒルケンさんかな、うん、と結構お会いして、でその後そのあたりのタスクをやったりアドミンを見たりして、セキュリティでカセットのタスクをしていて、その時やる前もやり終わった後もヒルケンさんがずっとカメラを見ておられるのを視認して、電気室に入ってハイブリさんを見かけして、うん、バイタルでハイブリさんとご一緒してシンロルガってなって貨物に入ったあたりで終わりました。はい、あ、なるほど。はい、
ヒルケンさんがやってるの僕も見てます。同じ感じでそのカセットやってやる前とやり終わってもずっといたってなってます、ね。うん、ヒルケンさんずっといらっしゃいましたね。島月さんは、はい、私はですねちょっと細かいところはちゃんと覚えてないんですけど、展望デッキあたりで何人かお会いしてるんですが、キッチン、武器庫、コックピット、通信室あたりで、まあ、コックピットのアドミンを見たり、あとまあ武器庫タスクやったり、その辺の左側のタスクをやっていたので、ほとんど右には行っていないです。最後、そうですね、最後だからエンジンルームから、宿舎前通路の方に抜けようとして呼ばれたって感じですかね。じゃあ死体は右側にあるっていうのが下月さんの意見で大丈夫ですか、ね、あれさっきの話じゃないですか、マシャカリさんの話じゃなくて。あ、ん、マシャカリさんラウンジ、ラウンジです。そうですよね。あ、そうだ、ラウンジか、はい、あ、そうか、ごめんなさい、俺が忘れてたわけです、すいません。うんうんうん、なので多分そのキルに関しては全然いけないと思います。なるほど、まあ、結論切る待ちでいいと思います。はい、これもさはい、はい、あ、ちなみに神宮寺タスク終わってます。じゃあ、はい、じゃあ逃げよう、逃げよう、僕かくれんぼしてます。はい、しました。はい、厳しいな、もう厳しいな。申し訳ない、本当に。しまったよー、しまったよー。あゆみちんが一生懸命サボしてくれてるけど、よいしょ、はい、ゆぐりさんが、うん、ミーティングの、右上の財布から番号を出すところです。うん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 、右上、はい、のタスクの前で死んでいます、うん、はい、僕から言えるのはそれぐらいです。左側のリアクター直してたのがしゆねさん、はい、今野です。はい、で、宮司さんとヒルケンさんがいらっしゃって、はい、あと神宮寺さんもおられたかな。神宮寺はぬ、ぬんでうろうろしてました。うん、神宮寺さん右、あれですか、右側やってくれたって感じですか。下月さんがいたんで、右は私が、うん、やりました。うん、下月さんがぬんで左から来られて、うん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 、直しておられたので、私は入れ替わるようにぬんを使って左に行って、うんうん、直してという感じです。はい、うんうん、なるほど。そうそう、今でもあれ、はい、今野さんも上上がりませんでした？上がってないです。富士さんが証言してくださると思うんですが、今野さんは、はい、リアクターやってました。はい、やってて終わって左行きましたね。金庫室です。はい、うんうんうん、松下さんが浮いてるって感じですか？そうなるとですね、右側の下月さんが直してるところに行った感じですかね、右側から。はいはいはい、多分神宮さんと下月さんが、あ、いましたうんうんうん、と思います。私エンジン脇で、で、その後金庫室あたりのタスクをやったか、やってから、あれが鳴ったので昇降機のとこ行って、で、右側に渡り、右側の、直すのをやってました。ん、うん、なるほど。神宮寺さんの経路もう一回聞いていいですか？あ、僕すごいですよ。宿舎脇、ハイブリさんと一緒に金庫、はい、で、ハイブリさんがどこ行ったかその後分かりませんが、金庫左上、砂金の上です。ああ、なるほど。ベント警察。
弁当警察&かくれんぼしていってリアクターになったんで、まあそろそろ行かなかなと思って行ったら今野さんがいらっしゃったみたいな状態ですね。どなたかミーティングに登るはしごの音とかって聞いておられましたか？私ちょっと聞けてなくて。それってメインホールから聞けます？シャワーどこでも聞けます。さっきの話や1個前の話が終わってすぐ後にメインホールのシャワーのタスクやってる時にカンカンカンって聞こえました。それが多分ハイブリさんで、僕と富士さんがコックピットいるぐらいの時に2回目が鳴った気がするんですよ。僕目線は富士さんとしないです。はい、ヘルケンさん目線富士さんがない？結構難しいですね。もうずっといるんでしょう。はい、結構長くいます。なるほど、はい、タスクが自されてしまう。よいしょ。また通れない、通れない。よいしょ、通れた。いないなぁ、いないなぁ、いないなぁ。もういた人をやっていくしかないなぁ。ああ松下さん、あれ見たら、はぁ、あータスクかぁ、あーごめんなさい。いやーもうちょっといやいいキルでしたよ。いやいや最後頑張ってもうやるしかないと思ったんですけど、さすがにあともう2人ぐらいで、うん、さすがにちょっと、はい、あー、はい、そうですね、はい、頑張ったんですが、天国部屋は地獄でしたよ。地獄部屋でしたよ。ちょっと説明が口ではちょっと言えない。とりあえずハイブリがキルされた会議が真面目な感じで進んだ後、天国行ったら、はい、あのよしよしって言ってるあゆみさんとバブバブ言ってるマシャカリさんがいる。何してたんですか。地獄です。違いますよ、そんなことない。地獄ですね、それ。最初から全部ですからね。一緒にどういう気持ちだったと思います。いや地獄ですよ。もう視聴者も聞いてますからね。もうミュートでよかったんじゃないですか。僕は楽しかったです。私も楽しかったですけどね。これさえタスクで終わらへんかったら神宮寺さんが多分天国へ来てバブバブ言ってくれてたんかなと思って。そうなんですね。
ちょっと直前すぎました。ごめんなさい。ね、ちょっとね。いや絶対言わんすよ俺。でですか。もうノイズ全部。ノイズキャンセル全部切ってカエルの音バコンで流しますよ。急にノスタルジックに。ということでございまして、まあ、ちょっといい時間かなと思うので今日は参戦で終わろうかなと思います。はい、ありがとうございます。お疲れさまでした。ということで、ちょっと感想とあの告知とかもある方もいらっしゃると思いますので順に一言ずついただいていきたいと思います。上からなので、私から、エミです。ですね、インポスターを2回引いたのかな、なんですけど、あの最後のちょっと バブバブの印象がちょっと強すぎて、あれ私は何をしてたんだろうみたいな感じでしたが、すごく楽しい保育園でした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうだ、告知忘れてた。YouTube、 あの普段あの歌を歌ってるんですけれども、やっとあの最近 YouTube1 周年になりまして、あのやっと歌動画を上げました。ライブの映像だったりとか、歌をちょっと上げ始めましたので、あの本職なんでそっちも見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きましてハイブリさんお願いします。はい、長時間のご視聴ありがとうございました。1戦目インポスターを引けまして、久々に再会したマチュシタを絶対見せ場作ってやろうと思って、ずっと殺さずに生かし続けるというプレーを心がけておりました。結果ちゃんと当てられてめっちゃ悔しいんです。見せ場作ったやん。はい、いや、後でギャラください。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの告知動画ツイッター見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。花笠さんお願いします。はい、ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。全部クルーで緊張してクルーがいいなと思ったんですけど、1回ぐらいインパスはやりたかったかなという気持ちも多少はあります。やっぱ皆さん上手で、タスクが僕が全然終わってなくて足引っ張ってないかハラハラでしたが、まあ、なんとか議論とかはできてよかったです。アマンガスは僕、まあ見ての通りそんなに大したことないんですが、まあ、人狼ゲームはですね、多分5000戦ぐらいはやってて、5000戦以上は数えてないぐらいの感じなので、人狼本職の人狼ゲームの配信の方がですね、こちらの YouTube の人狼スリアチャンネルでも、月に何回か配信しております。直近だと来週の日曜日ですねに、スリアロ村という人狼番組がありますので、そちらも YouTube で配信しております。と、あ、直近水曜日だ、今週の水曜日にボス犬という13人でやる人狼ゲームの配信がありますので、まあ、そちらは僕出ないんですが、もしよかったらご視聴いただければなと思います。あとベイビーウルフもよろしくお願いします。僕はベイビーウルフの一員じゃありませんが、また異業種宇宙人ではまたベイビーウルフがお邪魔させていただくかと思いますので、またその時は皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒルケンさんお願いします。はい、皆さん本日はありがとうございました。本来来るはずであったひるきけんじさんからの伝言です。あのB リーグの、バスケットボールの B リーグという、プロフェッショナルの、スポーツのリーグがあるんですが、今ちょうど、プレーオフ、まあ、決勝といったところでかなり佳境を迎えております。でテレビなど、放映されますでしょうし、今 YouTube とかでも、さまざまなチームがチャンネルを持っていたりということで、まあ、もしあの興味があれば、興味がなくても、ちょっと騙されたと思って一回ちょろっと覗いてみて、興味があれば試合に、試合会場に、まあ、コロナのこともありますんで、あの状況であったりを見つめながらですけれども、足を運んでいただけたらなというふうに思います。少しでも多くの人が興味持ってくれたら嬉しいと本人は言っていました。私はチャンネル登録などがちょっとでも増えたら嬉しいなと思ってます。今日は楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。富士さんお願いします。はい、裏切りマンキーコムの富士です。本日ありがとうございました。そうですね、まあ、皆さん最後まで嘘をつき続けて大変そうだなと思いながら自供するのはいいことだなというのも感じました。なんでちょっと今度やるときは皆さん早めに罪はもう告発しちゃった方がいいと思うんで、はい、そんなプレイスタイルもぜひやってみてください。はい、そのちょっとインポスターではね、あの本当に情けない姿を見せてしまいましたけども、一応あの、僕の裏切りマンキーコングのチャンネルの方では他のゲームだったりとか、まあ、スプラトゥーンというゲームだったりとかいろんなゲームの動画上げてますので、ぜひ見ていただければと思います。で一応仕様ですけども、ちょっと一応あさっての25日に解明をすることになってました。解明、はい、大きな解明じゃないんですけど、ちょっとそのなんか経緯なども
ちょっと占い師の方にちょっと占ってもらったとかそういう動画も上がるんで、ぜひ、はい、見ていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。まさかりさんお願いします。はい、今日はすごいあの著名な方たちと一緒にやれて楽しかったです。でそうですね、あの痴漢もできたし赤ちゃんにもなれたし、すごい楽しい一日でした。痴漢されたんですね。やっぱりやばい。ということで、皆さん YouTube で、配信動画投稿としてますので、よかったら見てくれてありがたいです。ちなみに赤ちゃんやった後に登録者1人減ったんで、その方には刺さらなかったということで、はい、ありがとうございました。いや刺さらないところじゃねえ。ありがとうございました。お腹痛い。松下さんお願いします。じゃあありがとうございました。あの本職の方は今ちょっと世に出せる告知がないので、よかったらあのツイッターとかねフォローしていただいて、これから皆さんと一緒に告知をねあの一緒に作っていけたらと思っております。あとねハイブリ先生はちゃんとね私の指示通りにずっと動いてくださってありがとうございます。後ほどねあのいつもの講座に振り込んでおきますので。本当に今日はねあの初めましての方と一緒に楽しくやれて本当に嬉しい感じです。嬉しく楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。神宮寺さんお願いします。はい、神宮寺です。ほぼ死んでたのであれなんですけど、すごい楽しかったです。また本当に初めましての方もたくさんいらっしゃって、なんかこうこうやってアモンガスを通していろんなご縁をいただけることにいつも感謝しています。今日もありがとうございました。告知です。アモアス部というのを作って、まあ、やってるんですけど、毎月月末に、24時間アモアス部っていう、まあ、お祭りごとといいますか、24時間アモアスしっぱなしで、僕は、まあ、ずっとやってるわけじゃないですけど、アモアス部員が、まあ、大体なんかアクティブで70名とか80名ぐらいがこう各枠にいまして、24時間2時間ずつあのずっとアモアス配信をするっていう企画をやっています。今月も28、29であります。よかったら遊びに来てください。いろんな人いますんでね。で、近々の告知で言うと明日なんですが、ゴールデンボンバーの、 あの歌広場純さんと、モンハンやります。明日の、21時からあの純さんとあの遊ばせていただきますので、おすごいな。もしよかったら見に来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今野さんお願いします。はい、主催のあゆみさんお疲れ様でした。そして今日一緒に遊んでくださった皆様どうもありがとうございました。真の痴漢が一体どっちだったのかはあのアーカイブでぜひ皆さん確認していただけたらと思います。あと神宮寺さんがコナンのテーマを歌っているとき、私も裏でコナンのテーマを熱唱していました。お知らせですが、明日キララフォワードさんの方で読み切りが載ります。興味がある方ぜひ見てください。それから6月7日に、連載させていただいている漫画の単行本が4巻が出ます。なんか出版社が気合い入れてコロナなのにすごい数字で吸ってきたので、よければ皆さん買ってください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。下月さんお願いします。はい、下月はるかです。今日本日はありがとうございました。もう本当に初心者ムーブなくせにインポスターを2回も引きまして、この議論が落ちてしまった議論が皆さん上手な方々の中でインポスターをやるってものすごい心臓が痛い感じだったんですけどもはい、でもとりあえずキルは何個かできたんですが、やっぱりインポスターで勝つのはとても難しくて、すごいこうドキドキでしたが楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。告知なんですけれども、6月の13日から全国ツアーをやる予定でございまして、チケット一般発売が、5月の29日今週末、来週末、今週末の、土曜日からスタートいたしますので、ぜひ興味のある方は、サイトなどツイッターなど見ていただければと思います。ツイッター、YouTube やってるんで、よかったら登録してやってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、私お名前飛ばした方とかいらっしゃらないです
か、大丈夫、大丈夫、ね、大丈夫です、呼ばれてますかね、はい、よかったです。まあ、そんなわけで、あの、今日皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。異業種宇宙人狼また来月もありますし、なんなら来週もありますという感じでございましてまたこちらは追ってあの詳細を告知したいと思います。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後あの各視点で、お楽しみください。じゃあここであのみんなでバイバイで終わりましょう。それでは、はい、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。はい、というわけで視点配信に戻ってまいりました。いやー、ちょっともうね、あー、でもやっぱ上手な方々の議論を聞くのはとても勉強になります。勉強になるし、なんかやっぱりなんかもうクルーで聞きたかったクルーで安心して聞きたかったです。もうインポスターだとなんかもうなんかあらが見つかるんじゃないかとドキ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 するしかないので、なかなかこうキルをしてもこう自分の白証明が難しいな。もうね、難しいですね、こうなってくるとね。はい、しかもあのハイブリさんとこう一緒の時はあの自分のキルではないけれども自分のキルではないけど、そこのムーブでこううまく逃げられない感じになってしまいまして、うん、ね、そこでちょっとこううまい嘘をつけるようになりたいんですけれども、なかなか難しいですね。はい、でもあのこうやってなんかこういうゲームを通して、なかなかご一緒できない方々と一緒に遊んだりできるのはいい時代だなっていうのと、主催のあゆみちんありがとうございますって感じでいつもね声かけてもらって、あの遊ばせてもらってるので、本当ご縁をいただいてのありがたいなと思っている次第でございます。というわけで、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。さっきも言ってましたが、全国ツアーのねチケットも発売になりますので、今日ね、今日の昼にやった配信ではゲストさんの発表なども行いましたので、興味ある方はぜひそちらもね、チェックしていただければと思います。というわけで、ありがとうございました。ではでは、またお会いしましょう。ぐんむーん、バイバーイ。ありがとうございました。あ、ディープインパクトさんありがとうございます。インポスターお疲れ様でしたということではい、ナース、スパチャありがとうございます。いやーね、難しかった。はい、でも頑張って、なんかもうちょっと上手になりたいと思いますっていつも言ってる気がするけど、はい、楽しみながらやっていきたいと思います。というわけでありがとうございました。じゃあね、ぐんむーん、バイバーイ。